ルーク・リドナーこと、ルーカス・ロビン・リドナーは、アメリカ合衆国、アイダホ州港、ダリーン出身の元バスケットボール選手。身長188センチメートル、体重76キログラム。ポジションは、ポイントガード。オレゴン大学に入学し、NCWA トーナメントに2度出場し、2002年には、準々決勝まで進んだ。218アシストのチームシーズン記録や、 62連続フリースロー成功のカンファレンス記録を残し、1試合平均19.7得点、6.6アシストの成績でパシフィック12カンファレンスの最優秀選手に選ばれた。シアトルスーパーソニックスオレゴン大学在学中にアーリーエントリーし、2003年の NBA ドラフトで全体の14位指名をシアトルスーパーソニックスから受け NBA 入り。 ルーキーシーズンの2003から04シーズンは、レアレン、ブレント・バリーラのガード陣に渦漏れており、69試合に出場したが、平均出場時間は15分前後だった。2年目の2004から05シーズンに、バリーが移籍したことで、スターターの座を手に入れた。82試合すべてに、スターターの出場を果たすなど急成長を遂げ、評価も上昇した。 2005年の NBA オールスターゲームのルーキーチャレンジ、スキルズチャレンジにも出場した。3年目の2005から06シーズンもアシスト数を伸ばすなど成績は向上。アレニやラシャード・ルイスラと共にソニックスを支える存在になった。2006年には世界選手権の選考に残った。ミルウォーキーバックス2008年8月13日。 三チーム間のトレードで、ミルウォーキーバックスに移籍した。ミネソタティンバーウルブズ2010年7月21日、フリーエージェントとなっていた、リドナーは、ミネソタティンバーウルブズと契約を結んだ。ミルウォーキーバックス2013年7月11日、三チーム間のトレードで、ミルウォーキーバックスに復帰した。シャーロット・ボブ・キャッツ2014年2月20日、ゲイリー・ニールと共に、 レーモンセッションズ、ジェフ・エイドリアンとのトレードで、シャーロット・ボブ・キャッツに移籍した。オーランド・マジック2014年7月25日、オーランド・マジックに移籍した。4度のトレード2015年6月24日、ヤニス・チーマのドラフト券と交換で、メンフィス・グリーズリーズに放出。次の日には、マット・バーンズとの交換で、 シャーロット・ホーネッツに放出され、同日中に2016年ドラフトの2巡目、指名権とともに、ジェレミーラムとの交換で、オクラホマシティ・サンダーに放出され、そこからさらに、30日に、金銭保証とともに、トミスラフズ・ブチッチとの契約権と交換に、トロントラプターズへとたらい回しにされた後、7月9日に解雇された。その後、リドナーは9月に2015から16シーズンは、 プレーしないことを表明した。現役引退2016年6月22日、正式に引退を表明した。頭脳的なプレーと、パスやドリブルの正確さが持ち味で、ジョン・ストックトンやスティーブ・ナッシュと比較されるほどである。何より、チーム第一の献身的なプレイぶりは高く評価、されている。バスケの合間にやり続けていたテニスは、プロ級の腕前。高校時代は、 全米ランキング一桁にランクインしたこともある。ありがとうございます。